皆さんこんにちは、吉武大輔です。今日はですね、たま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 なんだけど、あの岐阜県の温泉に入ってたら友達と出会って、しかも最近この下呂の近くで多拠点生活を始めたということで、長谷川たっくんとあやさんの、ご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、2人と、私はあのタックンとつながってて、初めて会ったのがウィンドイーグルっていう、そのネイティブアメリカンとかね、メキシコのこうマヤとかのそういう英知を授かったネイティブの人がいて、あれの儀式とかに参加したり、ユサミカコさん、みーちゃんのワークショップとかで多分一緒になってるから、出会って3年ぐらいかな、っていうので、確か愛知に住んでたはずなのに、なぜかこの岐阜の温泉で会ってるのでまあちょっと簡単にお二人自己紹介してもらいながら、あの話をちょっと進めていきたいと思います。はい、じゃあ、一応今愛知県にも家があって、でそっちでは畑を少し持っていて、でも畑をやってるわけではなくて、結構放っておくと育つ、うん、あの初めてうちに来てくれた時に草刈りをするよって手伝うよって言ってくれたんだけど、うん、あの立ったまま刈れるから言ったぐらい、こう草が立っている高さまでこう伸びる、で人参とかも花が咲くまで放っておく、そうすると勝手にこぼれて人参ができる、うん、食べたい時にこう取りに行ってあるものなるほど、そんな感じの生活をして、うん、今偶然あの岐阜のこの下呂の地でご縁があって、この家にあの、まあ、拠点として一箇所、うんうん、初めの一歩を、ね、始めたところです。うん、いいよね。だから2人は移住じゃなくて多拠点生活をしてて、下呂にもっていう感じなんですよね。うん、うん、ありがとうございます。あやさんも自己紹介を。自己紹介、なんだろう、やってることかな。うん、うん、今はちょっと、広島の方を結婚したのが今1年か、結婚して1年、うん、愛知に引っ越したのが1年半、それまでは広島に行って、うん、広島で子どもたちに教えない料理教室だったり、子どもたちが作る子ども食堂っていうものを主催させてもらって、うん、私は何もしない、子どもたちが自由に好きなように料理作ったりとか振る舞ったりとかっていう活動の場を提供してるっていうことをしてます。なるほど、うん、もうなんかじゃあ2人とも 食物も子供も放置したら完全に育っていくみたいなのを2人ともやってる感じなんですね。すごい素敵。なんで下呂にしたんですか？こうきっかけとかはあったの？全く最初何も考えてなくて、うん、で別に春日井が嫌だったわけじゃない、うん、愛知が嫌だったわけじゃなくて、うん、ふと去年それこそなんか山でも欲しいねみたいな山でも欲しいね、なるほど、山があって、で絵描いてたよ ね山の前に家があって池でもあってみたいなのを描いてたら、あの、まあ、それとちょっと間が空くけども、地元にあったスペアリブのめちゃめちゃ美味しいお店があって、でそこのチラシが偶然春に入ってきて、でそれがあの今ちょうどねコロナの関係でなんだかんだってやってる最中だったんだけど、あの久々に食べたい、うん、ゲロまで行こうって、ね、美味しいもの大好きだから美味しいもののためだで連絡したら、あの本当はそのコロナの関係であの宿をちょっと閉めてるみたいな話だったんだけど、なんかそんなあのわざわざ懐かしの以前の店舗のところから来てくれるって言うんで、一部屋だけ開けますって言って、開けてもらって、源泉かけ流し的なそういうね、ゲロの温泉とスペアリブのご飯とを楽しませてもらいに来た後に、また偶然このホームページいろいろね、ネットのサイトでその山をちらっと探してたら、あの井戸付きのお家が売りに出てて、でちょっとコンタクトを取ってくれて、なんか最初そのなんていうのか、ちょっと厳しそうな、なんか文章の硬い感じの話で、しかも本人じゃなくって、なんか、うん、外国の方なので、うんうん、友人が投稿してくださってたみたいなんです、うんうんうん、日本語、ね、英語別に得意とか喋れるってわけじゃないんで、あの英語を喋れそうな友達とかも連れて、なるほど、
で一回挨拶に来て、うん、見させてくださいって言って、うん、そのまま5時間しゃべり通した。すごい、なかなかないですよね、そういうの。もうじゃあ意気投合して、うん、じゃあもう買うぞっていきなりなった。普通は考える時間とか、ね、あ、そうね、買うぞっていうよりももう、あ、買うんだなみたいな感じ で、でちょうどその向こうの、この前のオーナーさんが、そのなんていうのかな、ハワイにずっと住んでた方だったんで、日本に来てその日本の生活とか、そのいい部分がとか、あのみんなが使っている食品だったりとか、そういったものに対してもうなんかこういろいろ思うことがあったらしく、その辺の話を聞きながら、やっぱり水がいいところがいいって言って、で今でもそのいい水を探して日本中を旅してる。なるほど、素晴らしいね、うん、やっぱご縁みたいなものってあるんだね、きっとね。なんか躊躇はなかったんですか？別にだって家があるわけで、うん、ね、買ったらまた買ったでコストもかかるし、うん、そこに対してこうなんかここはどうかなとか考えたり、なんかここは一応考えたとか、そういうところはなかったんですか？一切何も。あやさんはどうだ？たくなさそうだから。ないね。あやさんもない。断る理由がなくて、なるほど、まあ、近所に神社さんもあるんだけど、そこに行ったら本当になんか包まれるような温かさが、うん、友達とも全部で4人で行ったんです、うん、見に来たんですけど、みんなでも本当になんか心地いいよねっていう感覚もあったから、もうねなかったですね。何にも、うん、なるほど。やっぱ普通の人ってこう、とはいえって頭で考えてこうかなかなって、結局リスクを考えるとやらないってなりがちなの、うん、2人はもうフィーリング、うん、神社のフィーリング、大家さんとのそのお会いした人とのフィーリング、うん、家を見た時のフィーリングで決めていくから、どんどん流れが来るんだなって、うん、かつ面白いのは最初に書いてたっていうのがすごいね。本当に絵に描いてたやつね、山があって、井戸が、池があってとかって、そうするとなんかそれらしきものがやっぱり来るんだなって、うん。ちなみにあの金山も欲しいねって言ってたんですよ。金山山が欲しいねに 金が出たら面白いよねとか、金山欲しいねって言ってたら、来る途中の地名が金山。あ、そうだ、ゲロの金山、ゲロの南には金山っていう、もしかしたらここも掘ったら出てくるね。城跡があるらしいんでね。あ、そうなんだ、うん、じゃあなんかあるかもしれない、出てくるかもしれない、うん、面白い。じゃあもうちょっとそもそものに戻っちゃうんだけど、うん、2人のその感性ってどうやって育まれてきたんですか、うん、普通の、まあ、普通の人って言い方おかしいけど、一般的な生き方とこうアシラみたいにフィーリングや流れで生きる人の感覚ってちょっと違うじゃないですか、うん、で特に夫婦だと奥さんはそういうフィーリングあるけど、うん、旦那さんがいやいやとか、旦那さんがフィーリングあっても奥さんがいて子供がなんとかがっていうのが、ご夫婦でそうやってフィーリングがあって生きてるっていう、そのなんかどういう風に培われてきたのかなっていうのってありますか？どういう、うん、まあでも、まあ、出会ったきっかけが魔法の質問っていうところで、うん、どんな答えも正解っていう3つのルールがあるんです、うん、その中の1つがあるんですけど、うんうん、そこを共有できてるっていうスタートもしかしたらあるかもしれない。うんうんうん、そうでもないか。あ、ごめん、あそもそもそうね、もともとこんな生き方をしております。まあ、元々こんな、あ、たくさんもね、ええ、結婚3回目なんですけど、星3つですね。はい、何かこう世間一般のいい悪いっていうのがあんまりちょっとよく分かんないというか、うんうんうん、なんでそこで分けるのかなみたいな、よく思うんですよね。なるほど。で今自分が本当に思うことをただ思ったまま伝えて生きてきたらこうなっていたっていう、なるほど、そんな感じで。彼はね、うん、私は多分もともとはフィーリングなんですけれども、うん、やっぱりなんか自己啓発とか流行っちゃって、うん、そっちに行くと自分を見つめる、自分はこう生きなければ自分の使命は何だろうかってすごい頭で考えるようになった時期があって、うん、その時期ってすごい失敗してるんですよ、ね、なるほどなるほど。で魔法の質問に出会って、であと彼が結構オールオッケーっていうものを推奨してるんですけど、うん、でしょうか。でそれを知ってから自分の中に本当に感情を大事にするっていうことを、うん、今こう思ったからこうするっていう選択をするようになって、まあ、多分なんか3年前彼と出会ってる時には、うん、多分合わなかったんですね。なるほどなるほど、うん、でも私もそっちの世界に行ったから今があるのかもしれない。
いいね。でなんかタクさんって本当あれですね、空気清浄機じゃないけど、こうなんか周りの人にオールオッケーをこう出していく。だから多分ここもね、今後なんかイベントとかお泊まりとかできるようにってさっき言ってくれてたから、うん、ここのこのギャロの場所に来ると、なんかこう、こうじゃなきゃ、ああじゃなきゃと思ってる人が、なんかふわーんってこう、あ、なんかいいかもみたいになっていくかなって今、すごくこのお家の雰囲気とか、まあ、そのこの空気とかも感じて今そう思いましたね。ありがとう。うんうん。なんかこの場所はまだ名前もない。俗称でね、ケロケロハウス、うん、ケロケロハウスかわいい。ゲロがめちゃめちゃカエルを使用しているのと、あの2人のきっかけって言ってのが、なんか偶然カエルを渡したことがあって、うん、カエルの、ね、人形で友達の期間に誕生日にちょうど会うからって言って、うんうん、誕生日にカエルの散歩の道の駅とかで買ってきた、道の駅で買ったカエルのぬいぐるみのちっちゃいやつを、うん、あげたね。へえ、ちょっとなぜか持ってって、そう、もうそっから始まってんだね。忘れてるぐらいあの気軽にこうやり取りしてたやつが、うん、なんか一緒になってから、あれこのカエルみたいな。はあ、面白いね。帰ってきたね。なんでケロケロハウスと呼んでる。なるほど、すごい。もうそういう布石がやっぱり人生でね、どっかであるのね。うん、なんかじゃあこのケロケロハウスを今後こういう風にしていきたいみたいなのがなんかあったら聞かせてほしいんですけど。うん、ね、まあ今のところ布団いっぱい集めてて用意しててで、それこそ合宿しようかとか、うん、あとまあある程度この鍵をみんなで共有できる考えもありかなとか。素晴らしい。うん、どうせね、あの他拠点でいないんで、うん、数ヶ月のうちに1週間か2週間いるかなぐらいって思ってるから、うんうん、そうすると空いてる時間を使ってくれる人とか、うん、楽しんでくれる人と、うん、共有していきたいなっていう。なるほど、うんうん、いいですね。そのなんかでもこうコストの部分とかをさ気にしたりはしないの？なんかもうみんなでいいよっていう感じで全然 OK っていう、うん、大丈夫。すごい。あやさんはなんかそのあたりとかそのケロケロハウスこうしたいとかってありますか？うん、そんな感じだ ね、 ね、うん、すごいね、うん、常に話しているので、うん、実際ね、あのあそこにお賽銭箱ってあの偶然ドン・キホーテで見つけて思わず買ってしまったんですけど、なるほどなるほど、あのイベントで昔から投げ銭ってやると、うんうん、意外に皆さん投げ銭するし、なるほど、ちょうどあれ去年今年合宿を他の宿取ってやって、それもあの投げ銭方式でやったんだけど、うん、結構皆さんその宿泊費以上なぐらい投げてくれるんで、素晴らしい、もう本当に循環するんだろうなっていう。素晴らしいね。うんうん、やっぱその所有の概念があると怖かったりね、コストがなんとかってなるけども、みんなで分かち合って循環させていけばいいっていうことがスタンダードに入ってるから、ね、流れるし回っていくっていう感性があるんだ。うん、いいですね。で今私もね、あのまだ公に出してないんだけど、山口県の温泉街に今家を買ってね、で同じタイミングで同じような他拠点でみんなが使える場所っていうのをやろうとしてるから、うん、ぜひこうなんかケロケロハウスと、うちはね、あのもともとお寺さんが持ってる物件だったの、でもうそのところが東湖庵っていう名前で、うん、もう一筋の絶対に消えない光っていう意味らしくて、うん、まあ、そこを譲り受けたから、まあ、東湖庵もケロケロハウスも多分他にもたくさんこの他拠点暮らし生活のこう使っていいよっていう人たちが出てくると思うので、でさっき私話途中だったんだけど、2008年にシェアハウスを始めて、うん、でシェアハウスってまだ当時言葉がなかった、うん、ルームシェアしかなかった、でも絶対コミュニティとか家族のようなつながりは来ると思ったら、うん、今10年経ってシェアハウスって普通になった、うん、当時はシェアハウスなんでそんな赤の他人が一緒に住むのみたいな流れがあったけど、で今多拠点生活とかも、うん、なんか良さそうだけどさあみたいなのが多分あと本当10年すると普通になってくると思ってて、うんうん、なんかそのみんなでこうつながりを作りながら新しい暮らしのライフスタイルとかを作れたらなと今聞いて思っております。うん、じゃあなんか、まあ、最後の方に入っていくんだけど、なんか2人のこう今後の展望でもいいし、なんかこの動画見てる人に伝えたいことでも、別に自分がなんか今思ってることでも何でもいいので、なんか一言ずつぐらいもらえたらと思います。ちょっとさっき言ってくれたあのオールオッケーっていう世界観を共有したくって、うん、あ、なんていうか、何かが悪いっていう考え方がベースに結構世の中になっていて、いいものを探す、いい自分になりたいっていう考え方があるんだけども、それって自動的にこう反対側の悪いものから脱出したり、うん、
悪い状態であるっていう考え方がそこに入ってるから、そうじゃなくて全部本当に OK なんだよって、まあ、多くの人が言っているはずなんだけどまだ浸透してないなって思って、で自分もそこをやっていこうかなって。うん、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとう。そうだな、もう一緒にそれを、私自身それをするようになって本当に世界が変わったというか、うん、あ、許されてるんだなっていうことに気づけたので、そういう人たちと一緒に何か楽しいことをやりたい、うん、なんか、うん、本当に自分の中で自己啓発っていうところがすごいブラックじゃないけれども、うん、頑張った時期があったのでそんなにしなくて、本当にやりたいこと、食べたいもの、あのそのままやるだけでいいんだよっていう仲間たちと、なんか楽しいことを本当にやっていきたいなっていうのが一番、うん、うん、素晴らしい。なんかこう2人に触れたかったらどうやってコンタクトしたらいい？ Facebook、ホームページ、 Facebook が今一番早いかな、うんうんうん、じゃあこのコメント欄のところにタクちゃんの Facebook とか貼らせてもらって、うん、もしなんかキョロキョロハウスとか長谷川、うん、ファミリーになんか、うん、コンタクトしたいなって人は連絡を取ってみてください、うん、ということで、じゃ今日は、岐阜県はゲロからお届けしました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。